よーこんにちは、西村ほのかです。はい、この度なんと西村ほのかの YouTube チャンネルがもう一つ開設することになりました。今までね、やってた YouTube チャンネルはゲームとか結構多かったんですけども、こっちはもう本当になんか雑談系というか、普段の西村ほのかを見てもらったり、あとはお悩みを答えていったり、あとはね、恋愛とかもいろいろと話していきたいなと思いますので、何卒応援よろしくお願いします。もう趣味チャンネルみたいな感じにしていきたいので、はい、なんか BGM がてら流してくれるだけで嬉しいです。はい、そんなあなたに寄り添えるような存在に私は今後なっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、で見ても分かる通り、私も大好きな中華が今回こちらに並んでいますので、この大好きな中華を食べながらちょっとね、雑談していきます。いただきます。どうしよう、何から食べよう。5月31日をもちまして、私が活動させていただいてたラストアイドルというアイドルグループが活動終了になりました。で、6月からね、まあ一人のタレントとしていろいろな活動をしていきたいなと思ってはいるんですけども、まあみんなね、これからどうするのみたいな思う方もいると思うので、ちょっとなんかやりたいこととか、あとは事務所的にどんなことをやるのかみたいなのをちょっとだけ話します。ん？なんだこれ、サフラータンスープみたいな。おいしい。今までアイドルで握手会とかトーク会とか会えるイベントみたいなの結構あったんですよ。で、ファンの方に一回言われたのは、もう会えなくなっちゃうのみたいなのとか言われたんですけども、大丈夫。ファンクラブみたいなのもね、今後作っていくかもしれないので、ファンクラブとかを作ったら、そういう会えるイベントみたいなのも設けたいと思いますので、大丈夫です、会えます。だからぜひ会いに来てください。まあ、今までとやっぱり一番大きく変わることはアイドルじゃなくなったので、本当になんか自由になった。別に嬉しいとかっていうわけではないんですけども、まあちょっとなんか今までできなかったことが自由にできるようになるみたいなのは、なんか活動しやすくなるのかなとは思います。うん、おいしい。全部おいしいんだな。まだ2品しか食べてない。だからどんだけあんの、絶対無理よ。私結構いっぱい食べれるタイプなので。うん、甘い、めっちゃ甘い。でも私の大好きな小籠包が今回も届いてますので、いただきたいと思います。こういうなんか皮の分厚い小籠包は何個食べれるんだろうね。うん、ベリーうまーば、うん、ほん、肉汁が。で、ここだけの話ですよ。まあ、世間一般では18歳としてやってるんですけども、ここだけの話、27歳なんです、私。だから、まあ、そろそろさ、アイドルもね、してないし、もう将来の旦那さん探そうかなと思って。だからちょっとなんかそういう話しますね。あとはちょっと、まあ私本当にアイドルやってたとはいえ、アイドルデビューしたのが23歳の代だったんで、それまで本当にもう全然恋愛してましたし、割と自由にやってきたんで、そのなんか恋愛テクニックみたいなのもちょっと今回話していきます。まあ、お前何が分かんだよとか言われるかもしれないですけども、これは人によると思いますが、駆け引きってすごい私は大事だと思ってて、例えばなんか気になる人から LINE が来るじゃないですか。相手のレスの時間 に合わせて自分も送るんですけど、例えばなんか1時間ぐらい帰ってこなかったら、こっちも1時間ぐらい返さないです。で、もう2分とか3分とかで帰ってきたら、あ、多分今暇なんだろうな、空いてる時間なんだろうなって思うから、2分3分で返します。すぐレスします。
で忙しいんだろうなって、やっぱ1時間2時間とかかかるとき忙しいんだろうなと思ったときは、自分も1時間2時間とか30分とか開けて返すようにする。そうすることで、なんて言うんだろうな、なんか同じ生活リズムじゃないけど、ちょっと親近感湧くじゃん。なんかレスずっと早い人とかだとさ、仕事のことに関してはすごいレス早い方がいいんだよ。でもずーっとレスが早い異性ってちょっとなんか重いというか、お前暇なのみたいな思わん？うん、ニンニクややばい、まあ、いっか。ニンニクだから、そういうレスのタイミングみたいなのはちょっとなんか空気を見ながらやった方が、まあ、今まではね失敗したことないです。それで、で気になる男性とかいたら、まあ、基本的にはグイグイ行くんですけど、相手が年上だった場合、女性で年上が男性の場合は基本受け身にはなるけど、年下だった場合はめっちゃ行く。めっちゃ行くっていう言い方もちょっとキモいか、なんかなんて言うんだろうな、手は出さないんだけど、例えばなんかなかなかその連絡先とか聞いてこない人とかいたら、自分から聞いちゃうかも。年下だったら、あのこの年になってすごい思うんだけど、年下マジで可愛い、マジで可愛いっす。年下もなんか癒しみたいな、可愛いなって思う。年上はやっぱりもう身を任せてればいい。でもどうなんだろうな、私次女なんですよ。本来は年上が好きなはずなんですけど、昔は年上大好きだった。昔って言ってもいつまでだろうな、うん、割と年上大好きだったけど、今も全然好きだよ、多分多分っていう言い方おかしいな。年上も全然眼中にはあるんだけど、年下可愛いが強い、守ってあげたいみたいな感じになっちゃう。私の未来の旦那さんは何歳の人なんだろうな。普通にだから恋愛したら皆さん言っちゃうかな、まだだってアイドルじゃないもん。なんか食べても食べてもなくならないな。エビチリはまだ食べてない。おお、でかっ。じゃあまだ食べてないの3個もある、3種類ある。会話が成立する人がいい、ちゃんと。あとはこれしたら喜んでもらえるなとか、その相手の気持ちになって行動できる人は本当に素晴らしい人だと思います。僕がこれをしたら喜んでくれるからこれをやっとこうとか、家事のこととかもそうだし、何でもなんかかけてほしい言葉とか相談したら、自分だったらこうしてほしいからこう言ってみようとか、これ一緒かどうか分かんないんだけど、束縛とかもそうだと思ってて、自分束縛されたくないから相手にも束縛しないみたいな。なんか束縛されるのってさ、ちょっと嬉しいよ、ちょっと。でもずっとだと多分もう疲れちゃうと思うから、本当は束縛したいけど、自分だったらちょっとしんどいかなみたいな、いうなんか相手の気持ちになって行動できるようになる人は私は好きです。すごく優しさですよね。それって誰でもできるわけじゃないから。私がヘアメイクやってた時かな、美容師辞めた直後ぐらいの時に、本当になんかいつもお金ない金ないっていうなんか男とね付き合ってて、なんかもう口癖なんですよ、金ないが。でもなんかうるさと思って、私なんかいつもお家に遊びに行ってあげてたんですけど、今日今月もう金ないから外食行けないわみたいなのとか言われた時に、なんかいちいち金ないって別に払うし、別に払うんだけど、外食に行けない理由をわざわざ金ないからみたいなのを口に出してほしくなかった。かっこ悪かった。だからなんか別に金なくてもいいんだけど、金のままあった方がいいですね。あるに越したことはないです。はい、むず、愛です。はい、金は私が稼ぎます。これが解決だ。よし、自分の場合だとゲームはするから、でゲーム女子ってあんまりその、まあ、最近は VTuber の方とかすごい増えてると思うんだけど、ゲームする女子ね、
でもやっぱまだ珍しいんですよ、ゲーム女子は。で、大体の人口が多分男性なので、ゲームをやってる女子はモテます、マジで。だからモテなかったらゲーム始めた方がいいです。で、それきっかけにもし気になる男性がゲームしてたとしたら、教えてよとか言っちゃえばいいんじゃないですか。いいなぁ、そんなことしてみたい。でも私バロランとかとかやったことないから、バロランと教えてよみたいな内容で出会い、ちょっとなんかできそう、やっちゃおうかな。誰も気になる人今そのなんかバロランとチームいないけど、まあ共通点が合えばいいですよね。はい、ということで、まだ一品食べてなかった、麻婆豆腐食べてなかったよ。辛そうなんだけど、辛すぎる、辛すぎる、やばいこれ。え、ほぼラー油みたいな感じ。辛ー、罰ゲーム。これ見て、これ多分辛いの、スプーンにすすくつく、辛っ。はい、ということで、今日か一通り食べていきましたけども、なんかね、恋愛の話とかしちゃったりして、でなんか聞きたいことありましたらどうぞ質問書いてください。今回はね、恋愛の話とかしていたんで、恋愛に関する質問とかあれば次ね答えていきたいと思いますので、コメント待ってます。そしてまあちょっとここだけの話みたいな、なんか知りたいよっていう人はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。まあ言うか分かんないけど、ということで西村ほのかでした。ね、すごいお腹鳴るんだけど、今日胃薬飲んできたんだよね。私朝からすっごい気持ち悪かったので胃薬飲んできました。低血圧に、おすすめのものとかありましたらコメント欄で教えてください。それでは西村ほのかでした。バイバイ。